英語ができる理系大学生ってどんな感じですか？まあ、正直、はい、まあ、大学院に行ったら勉強すごいスムーズだし、はい、就活で行ったら最強ですね。はい、皆さんこんにちは、キャスタイス TV の浜地です。皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。本日はですね、まあ、理系のとっての英語の話をちょっとしてみたいと思います。はいはい、まあ、はい、そもそも、まあ、英語自体ですね、はい、まあ、就活もそうだし、うん、まあ、大学の勉強もそうだし、まあ、将来のキャリアにとっても、はい、まあ、有利だなって思ってる方は多いと思うんですよ。そうですね、なんとなくね、有利っていう感じ、うん、で実際ね、はい、その絶対に有利かどうかっていうのは、うん、どんな仕事を選ぶかによっても違うんですけど、はい、あのやっぱりね、英語勉強してる人って文系の人が多いんですよ。いや、そのイメージあります、ね。うん、まあ比較的ですよ、はい、全然理系でも、まあ、浜地君とか英語得意だし勉強もしたから、まあ、そういう人もいるけど、うん、まあ、一般的にはやっぱこう外国語学部とかね、はい、国際なんとか学部とか、ね、まあ、あとはその文系でもちょっとまあキャリアアップとかスキルアップのために、まあ、英語勉強してる人とか、うん、まあ、それはそれでいいと思うんです、はい、ただ僕はね、理系の人にこそ英語をね進めたいと思ってるんですよ、はい、まあ浜地君も同じ思いだと思うんですよ、ね、そうです、同じ思いで。だからなぜ理系の人がね、はい、英語を学ぶと最強なのか、うん、ね、理系足す英語最強みたいなあれ映ってないか分かんないけどあのやってみたいと思います。はい、でまずはですね、まず大学の学部時代話したいと思うんですけど、うん、はい、まあ、皆さんもね文系理系か分かりませんけど、おそらくあまり英語使うことって少ないと思うんですよ。はい、あえてアルバイトで英語を使うような仕事を選んだりとか、うん、まあ、あとはですね、例えば皆さんがそもそもその外国語学部の英語学科とかね、うん、その専門が英語じゃないって人の場合、あまり実は英語に触れる機会って多くないんですよ。はい、まあ、もちろんサークルで ESS とか入るわけですけどね。はい、自分も学部時代ほとんど触れた覚えがないです。うんうん、だから本当にそのアルバイト、サークル、まあ、あとはインターン、はい、まあ、その他ね、何か理由がない限りはあんまりね英語に触れることないんですよ。はい、でもね、意外に僕は逆にそこがチャンスだと思ってるんですけど、はい、まあ、なんでかというのは後で話しますが、はい、まあ、結局ですね、理系も文系も大学1年生から3年生ぐらいまであんまり変わらないことですね。うん、そうですね、そう、文系理系あんま差がないです。はい、ただ文系の場合4年生になるときとか、まあ、気が早い人は3年生ぐらいからうずうずし始めるんです。なるほど、意識し始めて、そうそう、就活意識で、あれちょっとトイックやんないとまずいかなとかね、あ、よくあの単語帳とか急に買い出したりしますよね。そうなんですよ。とか3年生の秋ぐらいになると、はい、とりあえず1回受けてみようかなってこう申し込んでみると、トイックをね、受験申し込んでみるとか、はい、あるあるだと思うんですよ。はい、でまあ1回受験してね、あんまりいい点取れなかったりして、じゃあ勉強しなきゃって思うんだけど、まあ、3年生の終わりぐらいだともうなんかこうね、インターンとか説明会とか始まりだして、そっちが忙しくなって、はい、結局まあなんかあんまりって感じでね、ね、そのまま就職終わっちゃうみたいな。あれあれ、まあ、それはそれでね、まあ、仕方ないことかもしれないんですけど、はい、じゃあ理系の場合どうなのかって話なんですよ。そうですね、でもちろんあの理系でね、学卒で就職する人はまあいいと思うんですけど、はい、あのそれはそれでいいことなんだけど、うん、今回はまあ大学院に行く人が多いから、はい、大学院に行くことをねある程度前提に話してみたいと思ってます。でそもそも、まあ、浜地君もね大学院今在籍してますから、はい、話一緒にしてもらおうと思うんですけど、はい、大学院に行くと、もしくは大学4年生になって研究室に入ると、はい、うん、英語を使うことって増えますか？もうめちゃめちゃ増えますですよね。はい、3年生までは本当に触れないんですけど、うん、4年生からもう一気にガーンっていう感じで使う機会が増えますね。うん、そうですよね。はい、例えばまあいくつかあると思うんですけど、こう研究とか、はい、まあ、自分の、ね、実験とかやるために、まあ、調べ事ってあるじゃないですか。あります、あります、ね、で調べるって言ってもなんかウィキペディアで調べるってわけにいかないから、はい、ね、読むものって論文じゃないですか。論文です、ね、ってなればですよ、まず論文どうですか？論文はもうほぼほぼ英語ですね。ですよね。はい、で日本人だって英語で論文書いてるぐらいの、ね、話ですから、まあ、あ、それね、いろんな人に伝えなきゃいけないわけだから、はい、で誰も読めない文字で書いてもよくないの で、 そうです、まあ、当然ね英語読まないといけないわけですよ。はい、まあ、ただ微妙なとこもあるじゃないですか。はいはい、論文で書かれてるじゃないですか。はい、だからなんとか読めちゃうわけじゃないですか。まあまあそうです、ね、そう、ググりまくって、ね、はい、辞書調べまくったら、まあ、読めはするんですよ。まあ、いけはしますよ、ね、だから なんでそこでやればできるのに、なんで勉強しようって言われてるのかなって思ってる方もいるかもしれませんけど、うん、まあ、ちょっとそれは後で話します。はい、はい、であとはですね、まあ、研究をすると発表をしたりとか、もしくは他人の発表を聞くことが多くなるじゃないですか。はい、多いです。だから例えばまあ大きなこうイベントだと学会とかで、はい、どうですか学会とかは？まあ、学会はやっぱ国際学会となると、うん、もう当たり前ですけど全部英語です。発表も英語ですし、てかなんか一度学会に自分の成果を出すときには、はいはい、あの予行って言って、まあ、論文をちょっと軽い論文を出すんですよ。あ、なるほどね、前出しみたいな、前出しみたいな感じで、うん、それも全部英語で書かれてないし、うん、本ちゃんの発表とかの時も英語で喋って、
プレゼンね。でさらに言うと、うん、最後に質疑応答があるんですけど、もういろんな教授から英語で質問されて英語で返すっていう。あ、教授レベルの方々から英語で質問いただくと、はい、いただくでかつね各専門領域ですよね。はい、これ結構大変ですよね。大変ですよ。ね、はい、This is a pen とかじゃ通用しない世界ですよね。だから結構大変だし、はい、日常のプレゼンとかで、はい、まあ、研究室によってはそういうとこもありますか。あ、普段から英語みたいな。あ、そうですね、全然普段からっていうのも珍しいとは思いますけどあると思いますし、うんうん、まあ、なんだもうちょっと小さいとこで言いますと、うん、まあ、例えば朝の朝会とかあるとこがあるんで、朝会を英語でしますとか、あ、なるほどね、あとは週1 の、 あの進捗報告会を全員英語でやったり、はいはいはい、発表したり、ね、質問も英語でやりましょうみたい な、 なんか教授によってはやっぱりこう英語がやんなきゃダメだってこう意識を高く持ってくださる教授もまあいらっしゃるんですよ。それ今いいことですけどね、はいはい、すごくいい教授で、うん、やっぱりそういう教授によってはすごくこう英語を使う機会をいっぱいくれるって感じなので、うん、まあ、たくさん使いますね、はい、そうですよね、はい、なのでやっぱり理系が英語を使える、もしくは英語をちゃんと喋れる、はい、もしくは英語を勉強してあるっていう状態はすごくいいですよ。すごくいいです。なんでかというと、そのさっき言った話も含めて言いますけど、はい、まあ、浜地くんの話で皆さんもお分かりの通り、うん、すごく効率化されるんですよ、うん、その例えば英語を勉強してない場合って、はい、読むのにも時間がかかる、話すのにもおどおどしなきゃいけないから、はい、前に準備をしておかなければいけない、うん、ね、質疑応答なんかも怖いじゃないですか、喋れないと、はい、そうするとある程度質問と応答リスト作って考えていくとか、はい、例えばプレゼンをする時も、まあ、プレゼンの資料を英語で書きますよね、うん、英語で書く時にスペルとか分かんなかったり、うん、どの単語がいいか分かんないからいちいち調べる、うん、どんどん時間かかっちゃうんですよ、うん、だそれが英語がある程度できればそこにストレスがなくなるので、はい、すごく研究がスムーズだったり、こう日々の自分の生活に余裕が出るんですよね、はい、うん、なのでそういった意味でもうまず大きなメリットが研究室時代にあると、大学院時代にあると、はい、いうことが一つ。そして二つ目のね、超、まあ、こっちがもうほとんど 85% ぐらいなんですけど、はい、こっちはもうすごい、もう就活最強です。そうなんですね、もう言い切ります、就活はかなり強いです、はい、うん、でそもそもまず理系っていうのが強いわけですよ就活にとってですよね。そう、まず理系の大学院卒ってもうかなり強くて、うん、まあ、例えば地方の国公立で、はい、まあ、言い方悪いですけど、まあ、私立でもいいですわ、私立でもいい、はい、ね、電気とかっていうだけでまずもう行くとこ必ずあるんですよ確かに、もう絶対就職できるんですよ、はい、でまあ、電気はね結構極端にいい例ですけど、はい、そもそも理系の就職率って、まあ、いいんですよね、ずっと、うん、この10年ぐらいはね、もう安定してその理系人材は欲されてるんで、はい、特に大学院ちゃんと出た人なんていうのは、うん、もう欲しくて欲しくてたまらない会社が多いわけですよ。なので、はい、まあ、そこが安定してるにもかかわらず英語ができるんで、そうするとね、もう一個大きな道が開けてくるんですよ。だこれはね、行きたいか行きたくないかは別ですけど、はい、外資系なんですね。ああ、そっか、はい、はい、そうです。特に大学院卒、まあ、まあ 、はい、一流大学の、大学院卒が好きな、うん、企業っていうのは多くあります、うん、例えば外資系の金融、はい、ね、外資系のコンサル会社、うん、まあ、そういったところはすごく好きです、うん、学歴が。やっぱりなんか海外って結構マスターとかドクターまで行く人多いっていうのもあるんですよね。多いですね。でかつ、そのやっぱり海外 の、 その会社ですよね、はい、外資系っていうのは、はい、そういう会社たちって日本の大学を結構舐めてるんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと言っちゃうとね、あんま良くない言い方かもしれないけど、はい、極端な言い方で言うと舐めてて、どういうことかっていうと、はい、東大の、まあ、僕も法学部ですけど、はい、東大の法学部だってぶっちゃけちゃんと勉強してないでしょみたいな、はい、結構遊んでるでしょ文系ってって思われてるんですよ。それに比べて理系のことは当然研究してるのは分かってるし、はい、まあ、人によっては寝泊まりにしてね、はい、やるとか、その学会で発表してるってことも分かるんで、はい、そうすると理系ってだけである程度 の、 その保証があるって見なされるんですよ。へ、だから結構外資系のコンサルって、まあ、もちろんですよ、東大の文系の方もいっぱいいらっしゃいますけど、はい、結構東大の理系の院卒とか、まあ、東工大の院卒とか入りやすいんですよ結構、まあ、もちろん京大も。あ、そうなんですね、はい、でそれはやっぱり、まあ、研究っていうもので、はい、まずベースがあります、うん、で英語ができる人ですよね。英語ができます。そして3つ目にプラスアルファ、例えば学生時代に何か、はい、ね、いい活動をしているとか、うん、まあ、なんか特徴的な、ね、能力を持っているとか、うん、この3つ揃うと、まあ、ほぼほぼ最強なんですよ。最強ですね。だってもう落ちる気ないでしょ。いや、もうそれ持ってた、ね、外資じゃなくても落ちる気ないじゃないですか、はい、落ちる気ないですね。まあ、だけど、まあ、ここって結構ほら人によって難しいじゃないですか、うん、その学生時代の経験って、はい、ってことは確実に得られるもの、研究の成果ですよね、大学院卒、はい、そして英語、これは裏切らないですから。だから最強って言いたいんですよ。文系で
いくら英語頑張っても、はい、英語はできるね、うん、で学生時代のことアピールしても、はい、あ君結構学生時代頑張ったんだねってなっても、うん、研究とか学問に対してがっつりやりましたってなかなか言いづらいんですよ。そう、それ言うためには例えば司法試験通りましたとか、あ、なるほど、そうそうそう、公認会計士持ってますとか、もっとこう高い時計よりも高いところ、そうそう、とんでもないことをやんなきゃいけなくて、当たり前ですけど簿記3級取りましたとかだと、それは別にね、できるでしょっていう、ね、すぐできるでしょみたいなこと言われちゃうんで、だ結構ハードル高いんですよ文系って。だからそういう、まあ、外資とか狙ってる意味でもかなり最強だし、あとは英語ができることによって選択肢が一気に広がる、はい、なぜかというと文系就職ができると。ああ、そうですね、理系は文系もできますから、うん、そう、で、はい、それができると例えば自分がね、まあ、研究をテーマにした仕事じゃなくても、はい、例えば文系としてやっぱ営業をやりたいと思ったりとか、うん、なんか海外と何かをやりたいと思った時に、はい、使いますから、うんうん、で当たり前ですけど理系のこと頭悪いって思ってる人は少ないんで世の中、はい、まず賢いし英語はできるしってなる、もうやっぱ下駄が大きいんですよ。なんで理系の院に行く方ほどぜひ英語やってほしいし、はい、まあ、でも最近はそのおっしゃる通り大学も力入れてるんですよ。はいはいはい、そう、学校の先生とかも、ね、なんか英語をね、あの This is a pen 状態で送り出したらあかんやんけと思ってる教授多いんで、はい、先生方もね、はい、なので、まあ、そういうところで導入されてるんで、うん、まあ、そういうところで鍛えてもらうっていうのもいいんですけど、はい、まあ、できることなら、ね、早くできるに越したことないですよ。あ、そうです、もちろん。だからこそ1年生から3年生の間に、うん、まあ、別にゆっくりやればいいじゃないですかね、うん、大学受験も終わって、まあのんびりした気持ちもあると思うんで、はい、1年で何百点あげろとかって言わなくても、うん、まあ、ちょこちょこ勉強して、まあ、TOEIC とかねやってみたらいいんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、よりレベルの高い人なんかはね、トークルとかね、うん、やってもいいと思いますし、はい、まあ、そういうところでこう自分のキャリアについてよりね高いこうものをね意識できればいいんじゃないかなと思います。はい。はい、というわけでですね、今回は理系大学生こそ英語を勉強すべきということについて動画を撮ってまいりました。ぜひですね、これを参考にしていただいて、まあ、理系大学生だけじゃなくてね、文系大学生の皆さんも英語を頑張っていただければと思います。はい。はい、ぜひですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、はい、お願いします。では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。